1400m の白樺湖、空気が澄んでいます。今シーズンも白樺湖エリアの魅力を私がご案内、飯野美沙子の飯野レイクリゾート。春を待つ白樺湖周辺、待ち遠しいですね。吹きの塔も顔を出し、春はもうすぐ。ということで、今日はこちらのホテルで春先取りしちゃいます。白樺湖エリアの観光の拠点の一つ、白樺リゾート池の平ホテル新本館、リニューアルオープンして間もなく1周年を迎えます。こちらで春のランチをいただきます。ダイニング湖畔の風では、旬の食材を生かしたランチメニューをいただきます。桜エビと春の和風パスタをいただきます。まず目を引くのがやはり菜の花の緑、彩り豊かですよね。そして桜エビも花びらのように舞っていますよ。桜エビの風味が口いっぱいに広がります。とっても香ばしい。そして菜の花もこれ春の味ですね。おいしい。海鮮丼や中華もおすすめ。いちごたっぷり、春のデザートも見逃せませんよ。湖畔の風のランチに乞うご期待。ここで飯野美沙子のここが飯野。今回はこちらをつけてください。何ですか？え、今ですか？はい。え？何が起きようとしているんだ。え、これ今撮られてるんですか？撮られてます。あ、撮られてるんだ。アイマスクをじゃあ外してください。あ、わかりました。え、よいしょ。おー、ここがあの新エリアのレイクサイドパークと言います。湖の中に浮かんでる。素晴らしい景色ですね。めっちゃ綺麗。白樺湖畔に新たなエリアが誕生。サップサイクル、アウトドアグリル、そしてテントサウナ、今月20日から楽しめます。ここで飯野美沙子のミサコレ、今の季節ならではのベストショットをご紹介していく新コーナーです。1回目は新エリアからの景色をパシャリ。